マーシーガチャ動画第7弾つなぐ虹模様。どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーをお送りします番組、皆さんアフタークローの2章ご覧になりましたか？私は見ました。もう本当に感動した。もう語彙力がないからさ、ちょっとこうみんなにさどう伝えればいいのかなと思うんだけど、もうとにかく見てよかったなっていう、もう本当にアフターグローというバンドの素晴らしさをね、改めて感じることができました。さあ、今回はですね、こちらの朝かけディスタンスガチャを引いていこうかなと思います。ではまずメンバーを見てみましょうね。なんていうか、まあ今回も100年分を一応用意してるんですけれども、できれば100年以内で収まるようにしたいな。さあ、それでは引いていきたいと思います。では最初の10連目ですね、スタート。いやー緊張するなあ。長いんじゃない？あ、黄色か。まあまあ毎回黄色は最初ね出るんですけれども、まあこれはもう僕の準備運動みたいなもんですから。でもまあこの黄色からね、消化することもありますからね。ね、千里さん、千里さんも2章で活躍しましたからね。ね、ネタバレになるからこれ以上入れないけど、これ爆死だな多分ね。これはね、なんとかわかる。これはね、経験が言ってるわ。もう爆死するっていうことはね。ラスト、モカちゃん。モカちゃん、そのドンマイです。そのセリフ今響く。OK ですね。このシーンもね、なんかちょこっとね、衣装であったね。さあ、こんな感じですね。まあ準備運動は終わりですかね。毎回言うな俺、これガチャ動画の時。さあ、それでは20連目いきたいと思います。スタート。やっぱり10連引くのが一番いいかな。黄色か。お、かずみちゃん、みんな見て、折れたよ。このかすみちゃんですね。いやー怖いよ。もうこれ以上引くもんかな。ちょっと待って、これ今ならダメージ少なくて済むよ。じゃあ行きますか。30年目ですね。あ、ロード長い。もうこれはね、多分ね、虹ですね。はい、虹でーす。はい、黄色でした。ともえさんだけでも出てくれたら嬉しいな。お、みなとゆきなですね。ロゼリアに全てをかける覚悟はある。もう結構このみなとゆきな出るな。歌姫の覚悟はね。おお、つなご、安心できるよ。ようやく星さんが出だしたな。タエちゃんね。そろそろ。お、私たちのいつも通りに空と同じものかもしれない。ありがとうございます。マジか、嬉しい。ちょっともう自分の中でさ、急だったからちょっとびっくりしちゃってる。ランちゃんゲットした。ミシェル、私コーヒー飲むからこれ脱ぐわ。マジか、やった。あ、今回幸先いいかもしれない。手のひら返しですけど、30連目でしょ。いけるな。じゃあ続いて40連目ですね。モカちゃん欲しいな。実はモカちゃんまだ持ってないんですよね。黄色か。いや、もうでも黄色でもさっきみたいなことがあるからね。俺はもう黄色でも出るということをもうずっとこの上なく信じてるから、ね。私たちって言ったら、いや、爆死じゃないな、これは。深川智恵の今回の2章の智恵ちゃんですね。このシーンすごい感動したな。オッケー、爆死ではなかった。よかったよかった。じゃあ続いて50連目ですね。スタート。来い、残りは白。もう白だったらさ、スキップしてもよくない？ちょっとスキップしてみよう、これ。当たるかな？ほら。多分ここカットやな。さあ行きまーす。頼む。来た！頼む。モカで揃う。アフターグロの2章、モカで揃う。頼む。あれ？これは。白神さん、そのことをどうか忘れないで。これあれじゃないかな。サヨさんですね。これは当てましたね。割りかし前に当てましたね。さあ行きます。わら、もうあと30連しかないわ。次で80連目ですか。来い、頼む。黄色、爆死。よしよし、もうダメだな、やばいな、最後だな。もうあと90連目ですね。スタート。来い、滑らか、白。もうスキップしてもいいんじゃない、これ。スキップするよ。いや、割りかし当たった。
さあ、はあ、いよいよラストだ。ちょ、ラストさ、ラストちょっとアフターグローに勝引きしていいかな。アフグロー引きをしていいかな。ここで説明しよう。アフターグロー2章引きとは、アフターグロー2章最後に登場するメンバーたちのご尊顔を見た上でガチャを引けば必ず何かが当たるんじゃないかという確信に満ちたガチャなのである。私の背中を信じて、ついてきて。ジュレン、俺の背中に、ついてきてくれ。結局虹が出ることはなかった。それでも俺は最後まで信じてボタンを押し続けた。最後まで信じてればきっと何かがあると、そう信じて。幼なじみって難しいね。嘘やろ。